はい、お疲れ様ですのイヤですす JRA のイヤ先週はですね、えーまああの、ちょっと勝負しまして、エリザベスの方勝負しちゃいまして、えー、ちょっとね、軍資金を大勝負しちゃったっていうのもあるんですが、えー、とで久々に坊主だったんですよね、あの他のレースも、えー、当たらず、無回収衆で、えー、坊主というのが あったので,で昨日は仕事がありましたし、えー、馬券買ってないんですけどやってたら多分トースポワルボルグから騙されたと思いますし外してましたね。はい、ということで今週はねあの馬券をあ買わずに、えー、一周お休みしたいなと思います。はいまあ、休む理由っていうのは、あのは、ー、あ ね、いろいろあるんですけどえっ、ー、と馬をねし馬に出資してその出資金が今月引かれたっていうのもあるんですけどあとは勝負したっていうのとで球がちょっとないもんでっていうのとおまあ今日は掃除をしたいんで年末掃除、えー、になると。 またあ年末の前にやっておきたいなと思うんで今日は大掃除したいなという感じです。で今日は馬券買いませんけど、えー、マイルチャンピオン、えー、予想はしてみたいなと思います。でですね、僕はですね、えー、ステルビを、えー、本命にしたいなと当初、思っておりました。 というのは、えーっとまあ、決闘予想家の人とかも出演ビを、えー、押してる人も多いですけど、えーまあ、まず0八で、ねえー、連帯してる馬ということで,でやっぱりマイルの方が合ってるなという。 1 0 0 8でもちょっと足りないかなっていう、えー、負け方っていうのはしてますしね毎日王冠もそうですけどスプリングステークスはエボカドールとね、えー、花さの勝負ですかね、えー、繰り広げましたけどやっぱりこの馬はマイルが合ってるんだろうなと思って、えー、春先の時からマイル行くだろうなと思ってました、えー、エボカドール同様もね同様にマイルは合うんじゃないかなと。 春から見てた馬なんででその馬にですねあのビューイック機種がねえー、とビューイック機種といえばねあのえー、ゴドルフィンのねゴドルフィン軍団のえー、主戦ジョッキーでもあるんですよね、うん、そういった意味でえー、意外と日本じゃあんまり 知名度低いですけど、えー、乗れるジョッキーですで。内枠はマイルジャンピオン悪いとはされてますけど、過去に内枠は来て,る来てますしね、あのー、左右打ちだけこうそ包まれて外に出すのが大変かもしれないんですけど、そこからの足はあるんで、えー、ステルビオいいなと思ってます。でそれからアルラインなんですけど 九星、えー、から言ったらアルアインがいいです、今日はですけどね、河原ジョッキーがですけどね、今日は旧姓で強運ジョッキー、でビューイック騎手もね、あのー、川田から言えば強運ジョッキー、なので、この1番のステルビオか3番のアルアイン、どちらかは必ず来るなと僕は思ってます。はい で買うならどう買うかっていうね、えー、感じなんですけど、今日は僕は馬券は買わないですけど、えー、ジャパンカップに勝負しようかなと思ってますんで、えー、とステルビをく、えー、るんだとして考えますと、僕はあの18、14っていうのが、これは絶対買った方がいいなと思います。18 14はい、それと そうですね、モザースポットが飛ぶかどうかなんですけど荒れるとしたらモザースポットが飛ぶ形だと思うんですけど、えー、そうですねでエアスピネルは福永騎手も今日は、えー、強運ジョッキーでも1人でもあるんで114、ね、ロードクエストがあるかどうかですけどねうん 11417とか遊びで買うっていうのはありかなと思ってますけどでアラインも、えー、いいのでそうすると138とかそうですね13137138えー、っていうのを買って た方がいいいかなと思いますねそれは絶対買った方がいいのかなと思います。でジュール・ポレールに関してはあの三幸騎手がね落馬の関係でんですかね。でそれで石川ジョッキーになるまでの経緯っていうのがえっ、ー、とそうですね他の騎手に依頼がいろいろあったみたいなんですけど乗り馬戦略が決まってたと。はい で関東の方ものジョッキーにもいろいろ依頼がい、えー、かけようとしてたみたいなんですよね。えー、G1 レーシングですよね。はい、で王の騎手とかにも依頼がい行こうっていう感じだったらしいんですよ。行ってたのかな、うん、でそれをうーんそれが石川騎手にね。 もううーんー、来たっていうのが、棚から本当にボタボタボタ持ちって感じでね。なので、この、6人もジョ外人ジョッキーいますけど、えー、ちょっと存在感見せてほしいなっていう、見せるんじゃないかなっていうジュール・ポレールも、ちょっと、えー、ストーリー的には面白いかなと思ってます。なので、えー、ジュール・ポレールがあるとしても、 167とかも面白いかなと思ってますね。167。そうですね。あと3614とか、はい。やっぱりエアスピネルなんだかんだ言って気になるんで。まあ、今言った馬券は絶対買った方がいいかなと思います。はい。えー この2頭来なかったら6、8、18なんて面白いかなと思ってますけど、k i ノーテックとかね。まあ、ステルビはルワイン中心で、そうやって馬弦組み立ててますね、僕だったら。はい。えー、予想の方はね、えー、以上です。はい。えー、競馬の方はね、当たらないんですけど、ファミマとかで買う、フランクは当たったんですけどね、これに、通算2回目なんですけど。 でまあ、ここからちょっと余談になるんですけど、ちょっと膝が痛くてね、あの飲んでます。両親、部えー、っと、僕の本、あのー、出資しまして、今新たに、えー。で、今月ね、あのー、このドラメンテと、えー、っと、ジプシーマイラブかな。この 一口出資してる東バの、えーののが今日今月引かれちゃったんですよね、うん、その関係もあって、えー、痛いなっていう、えー、今週は馬券は買わないんですけどこれはエポカの、えー、妹なんですけど、えー、ちょっとエポカ道路とはちょっと顔が変わってきたかなと思います出資三尾室 とルーラーシップの言葉ですね。でですね、ちょっと紹介したいなと思うのが、えー、と僕もさらに出資しまして、これがですね、えー、スピルバーグとキス・トゥ・クラウンっていうね、えー、のにも出資してますこれも。これは1月引き落とされるのかなはい。 で、それにさらに、スウェプト・オーバー・ボードとパルフェ・ダムールっていうね、これ満口になりましたけど、えっ、ー、と、パルフェ・ダムールっていうのがね、えー、確か、あの、ヒルノ・ダムールのね、えっ、ー、と、全米になるのかな、全、妹に当たるのかな、はい、初語だったと思いますね、確かね。 えっと、スレプトオーバーボードは重症とかでもね短距離とかでも2歳戦で出たりするんでいいかなと思って出資しましたであとこれワールドエースとブライトエルフっていう意外とこのバーワールドエースはあの牧場の評判がいいのででこれはスクリーンヒーロー、えー、ビューティーコンテストっていうねえっと今日なんか、えー、福島の、えー、未勝利 あのー、障害未勝利に行ったムーンクレストあの重賞戦線とかオープンで、えー、長く走ってた、えー、でーシリウス・ステークスかな初ダートは行ってその後に、えー、障害戦に行っていきなり2着で今日は勝てるんじゃないかどうかなっていう馬が半、あのー、兄でいますよね。 そのお下で、下ですね。スクリーンヒーローの。えっと、そうですね。メス、メスですね。メスかな。で、えー、っと、これもワールドエース、ゴーファイトウィンっていうね。 えーとこれにも終始しました。えー、とやっぱりね、ワールドエ、あのースは評判がいいんで、牧場の。で、新種ボーバーでディープさんであんまり期待されてないんですけど、ここが狙い目だと思ってます。絆ンクと同じくね。で、このディバインクレアってやつですね、当選上段サンクなんですけど、ディバインクレア。 当選冗談これは絶対走ってくるなと思ってます、はい。えっと、キャロットではね、あの、なんていうんですか、エクレール・アンジュのいくつかっていう、2018だかっていうのを前に動画で紹介しましたけど、あれに出資しようと思ってたら、えー、満口になりましたよね、えー、6万で。えー、で、それの代わり と言っちゃなんですけどそれに対地打ちできるのがこの当選上段ディバインクレガーかなと思ってねえー、出資しましたはい、えー、で以上ね6頭新たに出資しまして今、えー、10頭になっちゃいましたけど、えー、維持費が大変なんでね来年からどうなるかって感じなんですけどはい、えー、そんな感じでいきたいなと思ってますで、えー えーっと、それでですね、あのー、もううまかのほうに、えー、なっちゃってますんで,で、これだとどうなのかなって、今まで馬券というので買ってて、えー、それになったっていうので、うーん、ちょっと買った気がしなくなってるんですよね、自分は現場で馬券買う派だったんで、でコピーもね、取ってた。 あこのカードが使えなくなるとで結局最後ねえっ、ー、と4度数余っちゃいましたねえっ、ー、とどれだこれかな4度数余っちゃったんですよねはいまあもう使えなくなるという感じでねまああのー、来週からちょっとうまかの方もう作ってはあるんでどんな感じかやってみたいなと思います来週から復帰したいと思いますはい えーと最後にですね、えー、おまけとしてね、えー、これを出品すればあの売れるとあ,あの前言ったかもしれないですけど、あのーえー、うまかのね、あの前回紹介した、えー、カードですよね、ケースカード、あのー、うまか登録すればもらえるっていう、えー、それ出品したら売れました。えー、メルカリで444円。 えー、ヤフオクで5 0超円でね、えー、設定したところもヤフオクの方で売れまして、えー、まあ売れますんでお金欲しい人はこれ出品していただければ必ず利益は出ますであとはですねこのすっぽんのおめぐですかねえっ、ー、とこれテレビの、えー、深夜番組とかのね、えー あ,ありますんで、えー、500円とかであの2週間、うん、分っていうのがで、電話1本して、で後から振り込み用紙届くんで、それをコンビニで払うだけなんですけど、まあ、あ1000円ぐらいで売れますんで、えー、そうやって利益少し出してね、軍資金貯めるっていうのもありかなと思います。はい、ぜひ、えー、やってみてください。 失礼します。